安田さん、戻ってこい。あの頃に戻る。そうだ、私とお前と鶴姫様共に戦ったあの大三島の頃に。私はもう戻ってやる。戻ってやる。私は卑しい百姓の子、お前たちと並び立つことができる。生まれがどうしたというのだ。生まれよりも過ごした日々が大切ではないのか。それが私たちなのだ。いずれこうなることが戻るということだ。ならば奪って